今月8日、福岡市南区の幼稚園から園児や職員が食中毒のような症状を訴えていると保健所に連絡がありました。市が調査したところ、博多区内の施設で製造された弁当を食べた市内4カ所の幼稚園の園児や職員合わせて87人に下痢や嘔吐などの症状が見られるということです。このうち園児5人からノロウイルスが検出されています。これまでに入院した人や重症者はいないということです。弁当を製造した施設は現在営業を自粛していて、市は弁当が提供された他の幼稚園についても調査しています。